皆さんこんにちは。今日は当チャンネルで初登場となりますトヨタのハイエースの200系の車になります。こちらはデラックスという車になるんですけれども、今回はこちらのですねセンターコンソールボックスについてのご紹介をしていきたいと思います。当チャンネルではミニバンをよくやってますんで、実用車特にそうなんですけども、センターコンソールボックスというのが非常に人気があって重宝するアイテムとなっておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。で、まずはなんですけれども、このハイエース200ってそもそも純正の状態ってどうなってるのっていうところからまずご紹介を軽くしていきたいと思います。今センターコンソールボックスを外したんですけれども、この車は3列シートになってます。ここを開けていただくと、補助席として3人乗れるようになっているものとなってます。で、通常ずっと3人乗ってるっていうわけではないと思うので、2人乗りの場合とか1人で乗るときっていうのはここを下ろしておくと。で、ここにドリンクホルダーがあって、で、ここを開けていただくと、物を置けるようなスペースっていうのがあるということになってます。で、これスライドしないんで、そのままこういった形で開閉するだけとなってます。で、またコーヒーとか飲み物とかなんですけど、やっぱこういう商用車ってユーティリティがあまり豊富じゃない車も多かったりするわけなんですけれども、ここに置いたりします。で、後部座席は何もついてませんので、後部座席に座っている方のドリンクホルダーとして、ここを使うケースっていうのが多いです。で、前にももちろんドリンクホルダーっていうのはあるので、一応ご紹介しておくと、ここの部分なんですけども、ここにもちろんドリンクホルダーついてますんで、全席の場合でしたら、ここに、これを使うということが、ほとんどになってくるかと思います。で、また、これは3列仕様のタイプなんですけれども、2列仕様のタイプっていうのがあって、そちらのお車を購入される方もいらっしゃると思います。で、私もハイエース実は初めての車をレビューするのってね、すごく斬新でいいんですけど、これ、カタログなんですけれども、このスーパー GL っていうカタログですね。このように、センターコンソールがついてる車を購入される方ももちろんいらっしゃると思います。で、このレビューしている車はデラックスなんで、3人掛けタイプとなってるんですけど、スーパー GL は、ここにセンターコンソールボックスがついてる仕様となってます。で、今回ご紹介するコンソールボックスなんですけれども、このデラックスタイプに使えるセンターコンソールボックスということになるわけなんですけれども、今ユーティリティの観点でご紹介したんですけれども、私もノアボクシーで肘掛け使っていて、あれがね、すごく重宝する肘掛けでずっと使ってるんですけれども、オデッセイタイプのね、肘掛けです。何がいいかと言いますと、リラックスしてとにかく移動ができるので、結構ね、疲れないんですよね。そこがね、すごくいいところなんですけれども、純正ノーマルだとどういう感じになるのかっていうのをね、ちょっと私が乗ってみて確認してみたいと思います。普段あまり私、ハイエース乗らないんで、すごく斬新な気分でこの車見れて、すごくレビューしてて楽しいんですけど、こうなんですよね。で、ハイエースってノアボクシーと比べると、下にこれエンジンついてるから、乗車位置がね、すごく高いんですよね。だから、シート自体もこれ下げることできないんですよね。で、補助席兼コンソールボックスなんですけども、このね、位置がね、ちょっとね、低すぎるんですよ。だから、あんまりこう、くつろげるっていう感じにならないんですよね。自分のこの体をこう支えてくれるような肘掛け具合にならないんで、くつろぎながら走るっていうことができません。これシート自体も高さが変えられればいいんですけど、シートの高さも固定になってしまうので、変えることができないということがあります。ユーティリティ自体はね、そんなに悪くはないとは思うんですけれども、で、今回さらに、IS 乗りの方にですね、ご提案させていただくセンターコンソールというのが非常にいいものになっているので、そちらを使ってみたいと思うんですけれども、まあ、この3列仕様のタイプのセンターコンソールボックスになるということになります。でも取り付けもすごく簡単でして、ここの間に挟み込むだけになります。このように。はい。これだけでもう取り付けが完了してしまうという、非常に簡単に取り付けができます。で、これ、前後、調整、自分の好きなポジションに調整することはもちろんできます。で、これのいいところは、こういうコーヒーとか、長距離移動の時なんかは特に必需品になるわけなんですけど、こういったものを置いたりすることもできるし、あと携帯自体をですね、ここに差し込むことができます。まあ、携帯のホルダーを使ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、まあ、ここ肘掛けになりますんで、この手が届くところにこう携帯があるっていうのはすごく使いやすいと思います。で、また助手席の方ももちろんいらっしゃると思うので、助手席の方にもですね、ちゃんとこの置くスペース、携帯のスペース、それからドリンク、まあ、1本だけだとね、足らないっていうのがあると思いますので、すごく合計、フロントの席だけでも4本置くことができるということになりますので、すごく重宝します。で、また、何より、先ほど申し上げた通りなんですけど、この肘掛けですよね。さらに、上のところに肘掛けがつくようになりますので、ものすごくくつろいで運転ができる。で、こういう車ですと、もう長距離移動っていうのが結構ね、多かったりすると思うんですけれども、まあ、そういった時に疲れを軽減してくれるっていうのが、やっぱこのね、肘掛けって結構ね、重要です。これ使っていただくとね、すごくよくわかると思うんですけど、肘掛けがあるのとないのとではもう全く違う。車がね、別物になってるぐらい、非常にリラックスして乗ることができるということですね。そこがすごくいいところかと思いますので、ぜひ使っていただければなと思います。中身なんですけれども、ここを開けていただいて、で、こういうね、ティッシュとか、これ、埼玉トヨペットさんのもらったティッシュなんですけども、ティッシュももちろん入るし、これはハイエースのカタログですね。こういったカタログなんかも収納できるようになりますんで、こういった商用系の車って結構、こういうダッシュボード周りに書類をこうバッとこう置いたりしてる車も多いと思うんですけど、それって結構見た目的にも悪いなってなるし、また収集がつかないとかっていうのもあると思うんですよね。まあ、そういった意味で綺麗に乗りたいっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、まあ、こういう収納スペースっていうのは商用車であってもあった方がいいと思いますし、最近ですとカスタムで使ってらっしゃる方とか、あと個人事業主の方で使ってらっしゃる方も多いわけなので、まあ、プライベートカーとして乗られてる方も多いと思います。そういった意味ではすごくこのコンソールボックスっていうのは重宝するアイテムになってくるんじゃないかなと思います。まあ、作りもすごく手作り感がある仕様のものになっていて、重厚感があって、このハイエースの車内にもしっかりとマッチしているデザインになっていると思いますので、すごくいいと思います。で、価格的にも非常に安くて、14,000円ぐらいだったと思うんですけれども、非常に安いリーズナブルな価格帯で、これを設けることによって、車の感じっていうのがガラッと変わりますし、また移動する楽しみというのもより一層出てくるというところもあるかなと思いますので、一度こちら設置して試してみられるとすごくいいんじゃないかなと思います。後ろから見ますとこんな感じになっておりまして、特に後ろから見た場合でもなんか安っぽさみたいなものとか、あとはなんかこう後付け感みたいなもの、そういったものもすごく少なくなっていて、車内のインテリアにマッチしてるんじゃないかなと思います。まあ、冒頭でご紹介した通りで、ここのところにはめ込んで使うタイプのものになっておりますので、取り外しもすぐにできてしまうので、特に設置するのに時間がかかるっていうこともありません。もう買った瞬間すぐに段ボールから取り出していただいて、ポンとこの補助席の上に乗せていただければ、そのままお使いいただけるようになります。こんな感じですね。拝迎できるようになっております。で最後に運転席からなんですけれども、運転席からこう見ていただいてもシンプルな作りになっておりますし、でここにドリンクホルダーあります。でわざわざドリンクホルダーをこう押して引き上げてこれ出すタイプなんですけれど、スマートに見えるっていうのはもちろんあるんですが、使い勝手って考えるとやっぱりパッとこう乗り込む時にすぐにこう置ける方が使いやすいっていうのもあると思います。そういった意味ではセンターコンソールにすぐにパッと置けるようなドリンクホルダーがあるっていうのは非常に使いやすいと思います。もちろんドアポケットにもついているんですけれど、ドアポケットですとこういった空き缶類ですとコーヒーとか跳ねたりしてこぼれたりする場合っていうのがあったりすることもありますんで、こういうタイプののはすごく使いやすくていいんじゃないかなと思います。見た目も非常に綺麗に収まりますし、これは皆様にお勧めできるアイテムの一つとなり得るということで、興味のある方はぜひ商品の詳細概要欄に貼ってございますので、そちらの方をぜひご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。